はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、レベルを見てください。レベル99、マックスまで上げました。そこそこ、時間はかかりましたね。ちなみに、今のプレイ時間ですけども、29時間55分。ですね。27時間ぐらいの時にレベル99達成してます。でね、結構経験値はね、必要なんですよ。全部でこれだけですね。289万6348。これだけ、経験値が必要になります。まあ、普通にね、そこら辺で戦っても、そうそう上がるもんではありません。やはりね、レベル上げの方法があります。で、ここからはちょっとね、ネタバレがあるかもしれないので、まあ、聞きたくないよっていう人は聞かない方がいいのかもしれません。まあ、一応注意しておきますね。レベル上げの方法ですけども、クリア後です。まずは、クリアをしてください。全クリですね。全クリをする前にレベル上げをしようとすると、ちょっと効率が悪いので、まずはクリアをしましょう。で、クリアをしましたら、ここ、流玉の迷宮が、解放されます。まあ、クリア前でもここは解放されているんですけども、クリアをすると、ここのね、5階層が解放されるんですよ。こう言って、ここの一番下ですね。5階層が解放されます。ここがレベル上げ場所です。ここの、説明をしますと、とにかく報酬はないんですよ。報酬はないけども、敵とずっと戦うことができて、敵のレベルもどんどん上がっていくっていうところですね。まあ、とりあえずどんな感じなのか、一度入ってみましょう。入りましたらば、あとはね、敵がね、どんどん出てくるので、戦うだけです。まず最初のね、階層は、レベル50台が出ます。まあ、50か51かな?そこら辺のやつが出ますね。で、10回倒した後に、ボスが出ます。で、ボスが、それプラス、レベル10だね。なんで、この階層だったらば、レベル60のやつがボスとして現れます。で、ボスを倒したら、次の階層から、ザコがレベル60のやつが出てきます。まあ、そんな感じで、どん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 敵のレベルが上がっていきます。で、最大は、レベル99ですね。99の敵と最後は戦うことができるようになります。で、多分ね、全クリをした直後だったらば、レベルってね、50前後なのよ。50前後。なので、この最初のね、レベル60はいけるけど、70のやつになると、結構きついのよね。なので、これ、すぐにね、戻ることができるんですよ。ダンジョンを、脱出を使えばすぐに出れますので、まあ、とりあえず70、レベル70ぐらいの敵で、一度戻って、で、それを繰り返して、どん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 、レベル70、80と上げていくといいと思います。俺もその感じで、どんどんね、階層を重ねて、レベルを上げていきました。で、ここでね、レベル50から、俺は55だったかな?レベル55から99までに、かかった時間が、だいたいね、6時間ちょい。7時間はかからなかったかなぐらいですね。6時間ちょっとで、55から99まで上げることができました。まあまあ、パーティー編成とかによってね、敵を倒しやすい、倒しにくいとかもあると思うんですけども、まあ基本的にはヒーラーを1体、そしてアタッカーを2体入れていくと完璧ですね。そういう感じで、どんどん進んでみてください。連携のね、効果とかは別にここは関係ないので、とにかく強いキャラクターを入れていくっていうのがいいと思います。で、
自分のね不得意な敵とかもいると思うんで、まあそこはね、うまいことロマン技とかを使って先に進んでいきましょう。そろそろ60のボスが出てくるかな。ボス来ました。まずはレベル60ですね。キラパンですね。これキラパンサーだけじゃなくて他の敵も、ボスとして出てきます。まあ、今回たまたまこいつだったっていうことですね。60のやつは全然余裕です。でそして60のボスを倒したら次の階層に行きます。で次の階層に上がった時には、オートセーブされるので、もしもやられた時でも大丈夫ですね。オートセーブのここからスタートになりますので安心してください。で階層を上がるとレベルが上がってきます。58ですね。60ぐらいの敵がここからは出てくるようになります。まあ、こんな感じで次ボスが、レベル70のボスが出てきます。で70のボスを倒し終わると、次のこの雑魚戦は70ぐらいの敵が出てくるというそういう感じですね。はい。まあ、とりあえず99ぐらいまで行ってみましょう。レベル80ぐらいの敵になると二次コインを落としやすくなるので、周回がおすすめです。まあ、99の敵になるともうちょっとね確率が上がるかな。うん。まあ、とにかく80ぐらいから二次コイン出すようになりますので、ここで集めてくださいね。そしてこの迷宮ではレアモンスターが、たまに出ます。このゴールデン系、こいつらは、レア系ですね。うん。と、あと、メタキンも出ます。メタキンが出ると、もう一気にレベルが上がるので美味しいですよね。ただ、7時間ぐらい周回して、出てきたのが3回なんですよ。3回。なので、ものすごく確率は低いので、まあ、あまり期待はしない方がいいと思います。出てきたらまあラッキーかなというところですね。レベル99のボス来ました。こいつを倒すと次の階層からレベル99の、雑魚が出るようになります。やっぱ レベル99になったらね強いものすげえ強い。ああ、まあレベルだけじゃなくってコインだね。コインを全部虹にしたりするとものすごい強くなるね。で、こっからレベル99ですね。うん、レベル99になると結構破壊力があるのでそこそこ注意していかないとやられてしまいます。まあまあ大体大丈夫だけどね。耐えれるっちゃ耐えれるけど。で倒すと大体1万ぐらいですかね、経験値1体で1万ぐらいの経験値が出ます。多いやつは、1万1000とか、それぐらい経験値を出しますね。うん、やっぱりなかなかメタキンは出てきてくれない。レベル上がりました。キラリンがレベル99になりましたね。確か入った時が97か。そんぐらいだったでしょ。うん。まあ20分かからないぐらいで、レベルが2上がってます。うん、80ぐらいから必要経験値はだいたい一緒ですね。50万1回レベル上がるごとに必要になります。それまでは40万とかで上がるのかな。うん、なんかレベルが上がったから急に必要経験値が上がるとかそういうのはないですね。でこっからはもうボスはすべてレベル99となってます。はい。まあ、こんな感じで、ここを周回するとレベルが上がりやすいのでおすすめです。はい、ということで今日はレベル99になりましたのでご報告でした。まあ、まだね発売して2日3日なのでまだいいレベル上げ方法はあるかもしれません。でもあそこの、流玉の迷宮でも6時間7時間あれば99にできるのでそんなに手間はかかりません。うん、そこでサクッと上げるのもいいと思います。で中には
結構珍しい敵が出たりします。おしゃれなやつとかが。なので、スカウト弾は多めに持っていった方がいいと思います。はい、やってみてください。まずは全クリからですね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。